ゴールエクスペリエンスレクイエム、ヨッシーに乗ったままゴール。なるほど。思い出せ、前世の記憶思い出せ。なんかあったぞ、なんかあったぞ、おー、なんかあったぞ。確かこの土管になんか出てくんじゃなかったっけ。正しければおそらくこいつか。壊すとね、出てきた出てきた。でこいつを踏んで、ほえ、待って待って待って、ほえ、よし、オッケー、よし、お持ち帰り、よし、行こう。なんだ君ら、ふんふん、なになに、次の土管があそこ、ここで終わり。うん、あれ、これは覚えてない。あ、なんかスクロールで消すとかだったっけな。後悔、ほら、あったあったあった。でもこれ仕組みわかんないよね。危ない、よし行こうか。ちなみにこういうところになんか隠したりしない？ないね。長いな。おお、双子のヨッシー、ヨッシーに乗るとで、これは当然あれだよね、向こうに行こうとすると、だから戻ってこうっすね。で食べる、よし、共食いだぜ。そしてペッと、でこうすると、で最後はスパイラル、オッケー、オッケー。はい、というわけでゴールエクスペリエンスレクイエム、ウシさん、ユアンさんのステージを遊ばせていただきました。いいね。いやー、まあでもね、なんかこう昔のデ・ユアンの、名残というかね、1位をね、全部見ている方だったら割となんかこう覚えている方もいたんじゃないかなと思います。ただ今回最後のね、あのゴール条件が追加されたことによって、こうヨッシーの卵を加えるギミックがね、ちょっと変わったなっていうのがありましたね。うん、ということで、改めまして皆様どうもこんにちは、わたぴことガルナです。今回もみんなが作ったコースをどしどしと遊んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。注目コースです。ゼンマイさん、落下仕掛けの天井屋敷、フォールパズルハウス、謎解きギミックということで、落ちると何かが起こる不思議な屋敷、どうぞお楽しみください。よし、全力で楽しんでいこうじゃないかね。なんだってランキング1位だからね。いやでも落ちるしかないよね。じゃあね、このオンオフブロックに囲まれた扉があるということを覚えておいて、落ちまーす。え？え？よくわかんないけど、死んだと思ったら生きていたぜ。これは？ああ。先に行きましょう。これは落ちるよね。よーし。そしてこれは、なるほど。いくよね。ポッポッポッと。また。インゼ。あーん、ちょっと取り逃した。あれ？また落ちるの？まあ、でもきっと死なないんでしょう。え？どうしてこれスクロールストップしてるのかちょっとわからないけれども。まあでも、なんかいいことがあったんでしょう。行きます。
なるほどね。いい感じに落ちていけってことか。さて、ここはなんだ？おー、なるほど。わー、シャン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 。その伝を、せーの、伝って、住宅に真ん中を伝っていっちゃう。そしてこれは？あ、チョロップくん。おいでー。よーし。あー、また落ちろと。あれ？おかしいね。え？完全に今下に落ちたけど、なんでこっちから何もボタン押してないんですよ。こっちからピョッと出てきました。不思議なこともあるもんだ。下にベルトコンベヤーでも仕込んでたのかな？さて、続けて。はい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 。あー、なるほど。落ち度と。ガボンの玉結構便利だね。あ、なるほど。はいはいはい。危ない、危ない。どこ行くねん？あれ？あー、はいはいはい。で、これで無事にここに行けますよと。はあ、そんなこともあるんですね。では行きましょう。次は、あ、なるほど。氷のコイン。あれも新しく追加されたギミックですね。つるつる。落ちる。落ちたな。で、これを押せばいいのかな？おー、なるほど。おー、なんか落ちてきた。続いてこれか？スッ。落として、置いて、戻ると。で、降りるよってこと？なるほど。そして、この出てきたツタを、せーの、ツタって、贅沢に真ん中行くぜ。なんで二つあんだろう。で、モス、モス、モス、よーし。そして、これで、印税もゲットして、扉にも入って。さあ、まだ続く。まずこれ落とせばいいのかな？あー、なるほど。はい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 。そして、ん？こうか。で、行くと。続けて、これを踏んで、あー、なるほどね。どこ行くの？あー、やつけてくれた。ありがたい。そして、インジェルノンは達成していく。そして、そうやってるうちにガボンくんがね、自決を図ってくれたと。そして、ここに降りる。あれ？死んだと思ったら、まさかの地下があったぜ。え、これはテイク2になってますよね、一応ね。死んだよね。うん。何が起こってるんだ？わかんない。まあ、でも、とりあえずこの扉に入っていきましょう。なるほど。で、今度はまたここに入るの？あ、なるほど。今は不思議と死んでしまったんだな。単純に死んだな。ギミックになんか飲み込まれて死んだな。では行きまーす。エンド。いやー、画面外で何が起きているのかも全くわからないけれども、ね。不思議なことがありましたね。落下仕掛けの天井屋敷、フォールパズルハウス。ゼンマイさんのステージを遊ばせていただきました。これはもう文句なしのいいねでしょう。ね。なんで死んだのかわかんないけど、とりあえずいいねしとこう。よし。まあそんなね、不思議な仕掛けを使ったギミック。多分ね、今回あたりから、アップデート、大型アップデートの後の要素もどんどん出てくると思いますので、どんどんやっていきたいと思います。では、次のコースも行きましょう。視聴者コースです。ポテトヘッドさんからいただきました。キノコ取ったら死ぬしろ。Don't eat mushroom. スタンダードギミック。キノコ取ったら死ぬしかないな。ポル、レフ。たとえクッパも。あー、なるほど。
ということで、一言いただいております。ガルナさん、明けましておめでとうございます。ヤーシと申します。前作ではモスさんという名前でステージ47で紹介していただきました。今回も送っていただきありがとうございます。まあ、ポテトヘッドさんだけど、ここはヤーシーさんで紹介した方がいいのかな。今回は紅白でめでたいキノコに関するステージです。キノコを取ったらクリア不可能となるので気をつけてください。難易度はそこまでではないので楽しめると思います。ぜひともプレイしてみてくださいということで、なんとこの2020年1月の1日にね、投稿したコースをね、送ってくれたということで、2020年も皆様どうぞよろしくお願いいたします。クリア率は 6% か。難しいのかな、どうなんだろうな。まあでもとりあえずキノコを取らなければいいんでしょ。あー、キノコだ。危な。キノコを取ったらどうなるんだろうね。気になるところで割ります。この上あったよね。私は賢いんだ。うん？あ、なるほどね。あのワンプキノコを取るといいことがあるよってことか。そしたら簡単さ。こうやって。こう行けばいいのさ。賢いでしょ？ここは慎重に行こうね。さあ今頃さだまさし弾幕が流れている頃でしょうけれども、さて、さあクリアできました。さあ行こう。ここはキノコか。危ない。では行こうか。まあまあ食らわないよね。おお、怖っ怖っ。ここだったら大丈夫じゃない？で、こうだね。よし。さあ、いやー、なんかこういうね、単純なね、キノコが迫ってくる方が難しいよね。おー、お前お前お前。よし。で、行くと。さあ、なんかこの辺隠しコインとかない？大丈夫かな？さあちょっとね、地味に緊張するよね。待って待って待って、あるよね。こういうのはね、だいぶね見つけるの上手くなってきたでしょ。もしかしたらこれ見逃してる意味があるかもしれない。あー、ちょ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 、危ない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 。よし、こうだな。こうよし、危ね。よし、で、こうだな。よーし、なんとかクリアすることができそうです。なんだ、なに。あー、クッパさんが、はー、さよならクッパさん。え、待て、そういう、これ取らなきゃダメなやつじゃん。取ってしまえ。ああ、入れなかった。そういうことか。最後まで油断してはいけないということか。あそこ逆にあれか、もしかしたらもうキノコを絶対取らないといけないから最後はそういうオチなのかもしれません。ということで、キノコ取ったら死ぬしろ、Don't eat mushroom、 なんとか一発でクリアすることができました。よかったです。いいね。いやー、というわけで、本年もどうぞよろしくお願いいたします。だいぶ過ぎちゃったけどね。では次のコースも遊んでいきましょう。選抜コース締めコーナーです。ちょっとね、順番違うけれども特別回が入ったのでご了承ください。クライムクイズ、クイズ、クイズデアということで、暗闇の中にいるのは誰？ Guess who hides behind the darkness、ギミックということで、いやー、なんだろう、最近なんだろう、こういうクイズって流行ってるのかな、ね、
僕割とこの動画シリーズでクイズやってますね。あるいは僕が好きだからそういうのを選んでるって可能性もありますね。よし、では遊んでいきましょう。ワークライ、ん？待って待って、クリボーのこのこ、そしてトゲゾが通りましたね。あ、なるほどね。そういうところで暗闇の中に誰がいたのかを見てみましょうっていうことだったの。1 OK。 これが誰か、あー、なるほど、怖い、これ間違えたら死ぞ。ういっ、よし、 OK。これ、次はセカンドステージ。これあれでしょう。間違えたら P スイッチで奈落に落ちるでしょう。待って待って待って。メットっぽいな。メットの足がちょっと見えたかな？オッケーオッケー。ちゃんとカウントダウンもあるんだね。うわー、怖い。怖いけど、怖いけどきっと、上だね。多分これ上に、ドッスンか何かが隠れてんのかな？よし、さあサードステージ。さあスターがあるけれど、クレーンがあるけれども、あ、掴んできたのか。待って待って待って、パックンフラワーっぽかった、パックンフラワーっぽかった。これはパックンフラワーでしょう。緑色はあったけれども、これだ。よし、 OK。 よし、 OK。なんだ？ああ、なるほど。オッケーオッケー。で、空中間を取って、私は見逃さない。そして、ちょっとおセンチメンタルな気分になって、行くぜ！さあ、フォースステージ、行きまーす。え？え？え？何？ちょっとしか見えない。なんか白いのしか見えない。足元白かったよね。多分ね。足元黒くないよね。これだ！あ！ああ！答えはクリボーだったわけだね。なるほど。いいね、そのなんか間違えた後のこの絶望した演出、いいですね。え、本当にクリボーだったの？ちょっと見ましょうよ。あ、確かに見てみたらね、下がね、白いのは三角形だからクリボーでしたね。まあ、一応失敗パターンも見れたということで良いでしょう。さあ、ファイナル。ブンブンっぽいけど。え？待って、え、ブンブンと何かって？え？ちょっと待って、え、ちょっと、え、みんな、みんな。え、みんな、え、ブンブンは分かったよ。ブンブンは分かったけど、え、ブンブンと何か？まず、いいかい？無難に考えよう。パタパタだったら、空中浮いてるから、分かるもんね。ってことは、こういうのはね、選択肢で言うとね、ノコノコであるっていうことから、右2つ。で、飛んでいないってやつから左2つ。答えは真ん中だ！どうだ、ほーらこれぞね、センター現代文でね、高得点を取ったガムさんの実力よ。さあ、ということで、やったー、ゴール、クリアー。 OK。 あ、これ最後はちゃんとね、
城の中に入れさせてくれるの、コナさんらしいね。ということで、クライムクイズ、クイズ、フーズ、ゼアということで、コナさんのコースを遊ばせていただきました。なかなかに今回もね、ユーモア満載で、ちょっとしたね、ギミックなんだけれども、それが、いい感じに、こうね、実況者的には突っ込みのしやすい。コースですごく楽しかったですね。いいね、ということで、今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、お相手はワタピーことガルナでした。次回もまた皆さんのコースを遊ばせていただきたいと思います。それじゃあまたね、バイバイ。いや、うん。でもね、正直ね、ブンブンともう一体はね、何もわかんなかったっす。え、みんな気づいた？